チャンネルクラロをご覧の皆様、こんにちは。本日はですね、シンクタンクの動画以外でお久しぶりのご出演ということで、皆様あ、そうかな、あ、そうですね、はいはいはい、お待ちかねの江崎道夫先生に お話をお聞きしたいと思いますが、はいはい、まあ、こちら添付させていただいて、ありがとうございます。書評を Facebook に書いていただいて、ありがとうございます、はいはい、いえいえ、とんでもございません。いい本書いていただきます。もうこのテーマでまず江崎先生にお聞きしなければいけないのは、もうインテリジェンスとアーカイブの密接な関係、はい、いや、なぜ江崎先生をお願いしたかというと、なんでこの人公文書の専門家でもないのにこんな詳しいんだろうと思ったのがほぼ初対面の時。あ、そうですかね、はい、はいはい、なんかアジア歴史センターとかもものすごい詳しかったんで、はいはい、なんでそんなにアーカイブ詳しいんですか、江崎先生。いや、詳しいも何もだって、まずこのね、歴史戦ですね、この、まあ、小沼先生、はい、この慰安婦の問題とか南京とか、まあ、終戦の太平洋戦争のことも書いてらっしゃいますけど、うん、歴史戦のことを考えると、要するにどれだけちゃんとした文章を残していて、その文章があるかないかで、うん、日本が世界で戦うかどうか決まるので、はい、でその文書管理が日本がグタグタだったし、戦後終戦の時に焼いちゃって、でその後もきちんとした記録を作ってないことが、やっぱり中国や韓国から一方的にやられている一番の原因じゃないですか、はい、そうなんです、まあ、作ってはいるんですけど整理ができてないというのは、はい、まあ、かなりいろいろ問題があるというのは本書の、まあ、かなり深いところではあるんです、はい、よく、はい、東京裁判で一方的に断罪されたみたいなことを言われて、はいはい、まあ、それはその通りなんですけど、でその時に、まあ、反論したって通らないものではあるんですけど、うん、逆に終戦時に重要な公文書を焼却してたんで、自分たちでも一体何をやってたのか分からなくて反論できなくなったっていう反省は最近は出始めました、はい、それは当然ですよね、うん、やっぱり記録をきちんと残していく、それも政策決定の過程というものをきちんと残していくということがあって、うん、まともな研究ができるわけで、うん、いや、例えば、ね、戦前は、ね、日本は、ね、一貫して、ね、まあ、満州事変以降日本は世界侵略を、ね、うん、野望としてやっていて、世界侵略のために着々とこういう形でやっていたんだっていうような、うん、まあ、レッテルが貼られる、はい、たわけですよね、東京裁判で、はい、貼られたのに対して、いや、実際にじゃあこのね、こういう文章はあるけども、例えばアジアのことについてこういうふうに、ね、インドに対してこうやるぞとか書いてる、じゃあその政策決定の背景にはどういうものがあるかということに関しての、うん、やっぱり大本営なり軍なり外務省なりがどういうふうな、うん、やってるのかっていう文章が出てくれば、はい、もうだってね、いや、そうじゃないよって、あんた方言いがかりつけてるだけで、実際はね、内部でこういう議論が行われてるんですよっていうことをきちんと文書が残ってれば反論できるわけで、はい、いや、戦前まさにその時代に世界征服っていう文脈で、はいはい、田中上層文ってあるんですか、はいはい、田中義一が昭和天皇に世界征服計画を上層したっていうので、はいはいはい、それでなんで死んだはずの山形有朋が出てくるんだとか、そういう中身のコンテンツ の、はい、議論って当時から山のようにあったんですけど、でも決着つけたのって実は、はい、じゃあそれ本物見せろっていうフォーマットの議論なんですよね。そうです。で結局誰も出せなくて、うん、今やというか、蒋介石は、うん、我々は田中上層文なんてものを言ったことはないみたいなプロパガンダを始める、はい、あれが中国人のうまさですよね。散々に反日プロパガンダやってきながら都合悪くなると、はい、そんなことは言ってないっていうプロパガンダを始める、はい、それをやるためにもやっぱり歴史戦の基礎はアーカイブだっていう。そうです、アーカイブがきちんとあればいいし、例えば僕の、ね、専門でやっているベノラ文書ってありますけど、はい、ベノラ文書なんて もろアーカイブの話で、いいですよね、ベノラ文書っていう、やっぱりアメリカ陸軍情報部がやっていたこのベノラ作戦の文書というものをきちんと記録として丁寧に全部記録を残して、うん、でそれに対してどういう分析をしてきたのかという記録も残し、うん、イギリス情報部や FBI とどういう連携しているのかの情報も残し、うん、でその、ね、分析過程に関する文書も残し、うん、で全部反証可能というか、この、ね、ちゃんと後でどうしてこういうふうな判断をしたのかということもちゃんと終えるようなことまで残して全部パッケージで出したので、うん、やっぱりルーズベルト政権下でソ連が、ね、こういう工作をやってたということに対して嘘だって言われてたわけですけど、うん、民主党側はそれはお前ね、共和党で一部保守派のねプロパガンダだって言ってたんだけども、やっぱりちゃんとした公文書はきちんと残ってて、アメリカ陸上報部が NSC と一緒になって出したから、うん、やっぱりまあそれは事実だわねって、うん、
いや本当学会多数派のベドナへの否定がもう全く文書学に基づいていない議論で、はいはい、そのなんていうんですかね、もう気に入らない内容だから偽物に決まってるみたいな、 そのレベルのことしか言ってなくて、うん、その江戸先生のことまで陰謀史観みたいに言う人までいるじゃないですか。いや一緒にしないでください、はい、そうなんですよ。だからその いわゆるこのコンスピラシーの議論と、うんうん、あのこのベノナムという、だから僕は一貫してベノナ文書っていうのはアメリカの陸軍情報部及び NS のちゃんとした文書なんですと、うんうん、政府の、うん、でその政府の文書に基づいた議論と、うん、このね新聞とかね一部の適当の学者、ね、うん、言論人が言っているこの議論とごっちゃにしないでくれって言うんだけど、この議論がわからないとね、わかんないんですよね、はい、僕の言ってること、ね、だからまあ文書学って、まあ、簡単に言えば5つで、はい、それが誰にいつ誰に当てて、うん、誰が作ったどんなものなのか、はい、の4つ、ここまで分かりますよね、はい、でもう一つ5番目伝来の素因って言うんですけど、はい、その資料がいつ発生して今に至るまでどういう経過でここにあるのかっていう、まあ、はい、ある種骨董品の真贋鑑定から文書学って、はい、古文書学が始まったんですよね、はい、古文書って骨董品だったんで、でベノナの場合は分かんないことも含めて正直にここは分からないけれども、はい、でもこういう経過なんで分かる、そうです。その伝来の素因がしっかりしているものに対して内容が気に入らないからで、それは内容は後から批判すればいいのであって、それは本物であっても間違った情報は含まれることはあるし、逆に疑問序学って言って偽物にだって貴重な情報があることもあるわけなんで、というのはものすごい基礎の理論なんですけど、そこを抜きにして内容が気に入らないから偽物だって言われても困りますよね。だからアメリカももちろんこのベノナ文書に対する批判はあるんですが、うん、批判はベノナ文書の解読の仕方、うん、ベノナ文書そのもののこの機密電報っていうものはこう、まあ、A から B へとか書いて、その A が誰で B が誰でっていうことの解読の仕方についての批判はあるんです、うん、これはいやこのはね A って書いてるのはアルジャー室の話ではないと、うん、別の人間じゃないのかという批判はあるけども、うん、ベノナ文書自体とそれ自体その文書というものについて、当然の CIA もアメリカ陸軍情報部もイギリス側の公文書とソ連側の立木導入文書というのがあるんですけど、この3つを照らし合わせながら、うん、ベノラ文書というものは一定 の、ね、この、ね、ファクトに基づいたものであるとトリプルチェックをしているということも含めて CIA は分析をした上で、うん、アメリカ の公式サイトにオープンしているって、そこまでの丁寧なことをやっているので、ベノラ文書自体が偽物だという人はいないんですよね。日本の変な歴史学者、ね、日本はそういう歴史的な手続きまでこのアーカイブの議論に基づいて、うん、やっているんだっていうことを一応僕本で書いているんだけど、皆さんあんまりそういうとこ関心なくて、うん、いきなり内容に内容の方に行っちゃうんだけど、いや一応その手続き論が大事なんですってことは僕言ってるんだけどね、あんまりこのだから先生どこでそれを覚えらせたのかなっていうのがすごい、うん、いやいやそれはだって政治の仕事をやってればちゃんとした根拠のない、だって新聞でこう書いてますからなんていうことで政策作れないの。いやまあそうですけど、はい、そうじゃない人ばっかりなんで現実には。まあそれはそうだけど、いやか江戸先生独学でやられてるわけですよね、大学出て社会に出てから。ですね、このアーカイブも含めたこのものの、この分析の手法とかはだから前も言ったようにいろんな先生になるわけですね。まず青山学院大学の佐藤和夫先生の国際法の人、はい、でその後中西照正先生たちとこのアーカイブも含めたベノナ文書に関してどういうふうに分析したらいいのかとかいうことの研究会に僕参加してて、そこでやっぱり、うん、どういうふうに捉えるべきなのかっていうことをやってたのと、あと歴史戦の問題で、まあこれ言っていいのか、まあ書いてるからいいけども、アメリカの陸軍の情報部の人たちとこの要するに南京大虐殺の問題に対してどうカウンターを仕掛けるのかっていう時に、南京問題というものをアメリカの軍や政治家たちに説得するためにはどういうふうなアプローチとどういう反論の仕方をしたらいいのかということについて向こうと話をしてきたので、それでやっぱりかなり鍛えられました。なるほど、やっぱりまあ実践から入ってい、はい、かなり鍛えられました。でやっぱりその時にアメリカのインテリジェンスオフィサーの連中と話をして、南京の問題一つというと、やっぱり南京がジェノサイドだ、もしくはホロコーストって言い方をするんですが、はい、南京ホロコーストだって、うん、ホロコーストというのは組織的計画的に
ね、特定の人種もしくは特定の民族を殲滅することをホロコーストというんですね、うんうんはい、でも当時1937年の段階で、うん、あの日本軍当時の日本陸軍は、うん、あの通帳や指令を出してて、いやあの地元住民を保護すること、むやみな殺害はしないこと、国際法に基づくこと、で特定の民族や人種を殺害せよというような指示は出してないわけです。でそういう文書も残ってないし、逆の文書がいっぱい残っている、はい、指令書が、それはあの要するにあの 防衛研究所に、まあ、行けばあるわけですが、その資料を英訳して見せたら、あ、そういう軍都市の指揮命令の文書が残っているということは、少なくとも組織的計画的に中国人を殲滅するつもりがなかった反省の記録になる、うん、だって軍の一のちゃんとした記録だから、はいうん、だから公文書であるっていうのがものすごい、そうです、だから軍の公式な公文書が残って、じゃあなんでそれをお前たちは南京の問題言うときに、ね、南京虐殺はなかったんだというふうに言うんじゃなくて、事実のねポイントをなんでそれを言わないんだよって、うん、まあそれはまあ歴史学会の闇とか、はい、いろんな、あの闇というより貧困の方ですかね、あのだからやっぱりそういうこのアーカイブの議論が分かってないからでしょう、うん、逆に分かっててさせない人も多い、ね、はい、そうです、だからそこがポイントだよねっていうことをやっぱり彼らからはかなり言われて、そこ俺たち説得するにはそこ一番いいよって、うん、で日本の近代史って、まあ、古代中世近世の人は全然違うんですけど、はい、文書学があるんで、はい、近代史の人っていきなり内容をあの文字で見せられたら信じちゃう、はい、事実だという前提だという、はい、まあ、昭和天皇独白録とか、はい、富田メモとか、はい、まず本物見せてくださいっていうところから始まるのに、なんか自分があの持ってる、一次資料である富田メモにはこういうこと書いてありました、ああ本当だったらどうしよう、その前提で議論しようって相手の土俵に乗っかって議論するんですけど、でもあの文書学って基本は真贋鑑定から始まるんで、うん、本物見せてください、実物見せてくれないと議論できませんっていうルールすら共有されてない、そうなんです、そうなんです、うん、そうなんです、本当にもうそこから、いやでも本当古代中世近世 あの歴史学ってこの文書が一体あの何年に作られたのかって、それ1年変わったらもう中身の解釈全部変わってくるんでって、そういう議論ばっかりしてて、で中身を読み解く時もこれが誰に当てて誰が出してて、あ差出人が変わったから こっちの方が格が上がったんだとか、そういう議論、形式論かなりほぼ9割形式論なんですけど、もう近代史で形式論の議論ってほぼない。でもその近代あの形式論の議論をやっぱりは世界の歴史学者たちや国際政治学の人たちはそこを踏まえてやるのがあの基本なので、はい、だから僕はあのこの南京の問題があった時にあの中国系のアメリカ人であのアイリス・チャンというのが The Rape of 南京という本を出した時に、まあ、あの反論の英語の本を書いたんですが、あの時もあの結局まあ向こう の、まあ、あの米軍の連中たちと話をした時に、まあ、ポイントになったのはその南京の人口が減った増えたとかいろんなほらそういう話があるじゃないですか、はい、あとこのねベイツあのねあのラーベとか、ねはい、ベイツがこういうふうなことを言っていたのは信用できるかできないかっていう論点でみんな議論して日本でしてたわけです、はい、だけど向こう側とか議論した時に問題になったのは、はい、そもそも南京はホロコーストであり組織的計画的に中国人を殲滅するつもりであったということを向こう側が言っているけれども、組織的計画的に日本軍が中国人を殺害しようとするということを根拠づける証拠はないんですよ。あの中国側も提示していないし、個別に日本軍によって殺されたという証言はあるけども、個別に殺された話と組織的計画的に国家の意思としてそういうふうな指示を出し、ね、それに基づいてそういうふうな、ね、残虐行為をやったということを立証する公文書はないんです、ね、ないんだということを着目してくださいっていう反論の仕方をしてました。だから僕らですよ、ね、やっぱりあの当時の日本の最高意思決定機って御前会議なんで、はい、御前会議でどういうことが決定されたかの、はい、文書を読めば、はい、そんなものがどこにもない、どこにもないし閣議決定見てもないし、どんどん上から下降りていけばで現場の方の指示は逆の方の指示しか出していないし、うん、中国側はそういうことがあったんだっていうふうに批判するけども、じゃあそれを立証付ける繰り返すけど中国側はそういうふうな文書を提示できているのか、うん、
できてないわけですよ。でミニバリントンの証言とかラーベ日記とかそれ個別の、まあ、私文書であってもね、別にあの証拠能力は僕ないとは言わないけども、まあ、それはある私文書だって使い方によっては使えるんですけど、国家の意思を示すのは私文書でいいんですかっていう。そうです。で少なくともラーベがそう言ったということをはいいんだけど、それは事実だけど、日本政府がじゃあ、あのね、そう繰り返すけど、組織的計画的に中国人を殲滅虐殺するというふうなことをね、あの掴んでいたのかっていうと、ラーベは別にそんなこと一言も言ってないわけだ。だポイントはそこの話で、だからそういうアーカイブの議論をやっぱり踏まえないと歴史戦一つ戦えないので。ということですよね。だからそういう意味ではあの僕ですね、まあ、あのこの小山先生こういうの書いてくださったらありがたいと思うんですが、あの真面目にですね国際的な歴史戦のことを考えようと思うならば、いやこれ難しいという人もいるかもしれない。これ難しいんじゃなくて馴染みがないだけなんです、馴染みがないことを難しいと言っちゃダメなんです、馴染めば分かるんです、あの問題はそこですよね、馴染みがないだけで、馴染むような人がここに増えていかないと、これからね、この慰安婦の問題に関しても閣議決定で従軍って言葉を使ってダメだっていうふうにしましたけど、こういうことに対する戦い一つ取ったって、いやだって我が国の正式文書ね、こうあの戦前のこう公の文書には従軍慰安婦って言葉ないわけだから、そんな単語はないないんですから、ないというファクトに基づいて我々は戦うべきなわけですよ。でそういうことを戦う力があるんだということをやっぱりこういうのでね、あの理解してもらいたい。じゃあちょっと2話目は慰安婦の話からちょっと入っていただいてよろしいですか。